皆さんこんにちは、西脇消防署の福井です。本日は119番通報についてお話しします。火災や救急などで消防車や救急車を要請するためにはいち早い通報が大切です。しかし正しい119番通報ができないと結果的に消防車や救急車の到着が遅れる可能性があります。では正しい119番通報とはどのような通報でしょうか。本日はいざという時のために119番通報についてもう一度確認していきましょう。日本国内には3桁の電話番号が多数ありますが、こちらの3つの番号は緊急通報番号として定められており、全国どこにいても固定電話や携帯電話からすべて3つの数字を押し発信するだけでそれぞれの機関に通報できるようになっています。火災や救急などで消防車や救急車を要請する際は必ず119番に電話するようにしてください。119番通報すると高町内をはじめ西脇市、加西市、加東市内からの119番通報はすべて北播磨消防組合の消防指令センターにつながります。消防指令センターでは常時指令員が待機し、住民の皆様からの通報に対応しています。北播磨消防組合ではいち早く消防車や救急車が駆けつけることができるように最新の機器を整備しており、必要に応じて GPS の測位情報からも通報場所を取得できるようになっています。では消防車や救急車がいち早く到着するための通報のポイントをお伝えします。火災か救急か、火事ですまたは救急ですとはっきりと言う。場所、住所は正確に詳しく言う。住所等がわからなければ目標になる建物、公園などがあれば伝える。火災、事故などの状況、丸階建てのビルの三角階が火事です。丸前の道路で車同士が事故をし怪我人がいますなど、何が誰がどうしたかを正確に分かりやすく伝える。通報者の氏名、連絡先、私は〇〇〇〇〇と言います。電話番号は三角三角の四角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 ですと通報者を明らかにする。特に携帯電話から通報している場合はそのことを伝える。ではどのような通報がいいのでしょうか。悪い例といい例をそれぞれ見てみましょう。あー、えらこちゃえらこちゃ、お父ちゃんがえらえらえらこちゃ。あ、119、あ、消防署、あ、救急車救急車、早く来て。小学校の裏の2小階やけど、うちのもんがちょっと急にこけて怪我して、あ、早く、早く来てよ、サイレン鳴らさんと来て、ほなほな、ほな頼むで、はい。119番消防です。火事ですか、救急ですか。救急です。救急車が向かう場所を教えてください。はい、場所は高町中区岸上281-177です。世帯主の方のお名前は。はい、世帯主は西岡拓馬です。はい、場所を確認しました。どうされましたか。はい、70歳になる父が家の中で転倒して頭を打ち出血しています。意識ははっきりしています。このように指令員の問いかけにしっかりと答え、落ち着いて通報するように心がけてください。自宅からの通報では番地と世帯主の方のお名前を必ずお聞きしますので、しっかりと答えてください。アパートやマンションなどの場合は部屋番号を必ず伝えてください。屋外等で番地がわからない場合は近くの交差点、大きい建物の名前、お店の名前など近くの目標となるものを答えてください。また中区坂本や八千代区坂本のように同じ地名や似たような地名が高町内だけでなく近隣の市町にも多数存在しますので、間違いを防ぐためにも必ず市町名からはっきりと答えてください。119番通報は決して難しいものではありません。しかし慌てている状況では119をダイヤルすることや自分の住所を言うことすらままならない場合があります。
119番通報をするような場面が訪れないことが一番ですが、いつそのような場面が訪れるやもしれません。落ち着いて通報できるよう、自宅の電話前に住所を書いたメモを貼ったり、普段から交差点名や目標となりそうな建物などを確認しておきましょう。これから季節的に寒くなり、火を扱う機会が増え、火災が発生しやすくなります。くれぐれも火の取り扱いには十分注意してください。